宿題作品発表。はい、宿題作品発表、まずはですね、はい、捨てて川柳でございますね。捨てて川柳でございます、はい、まあ捨ててというのはね、うん、感謝のくの字を捨てて、ただ感謝、感謝くっていう字を、うん、くの字を抜けると感謝になるということでね、うん、まあ、捨ててを生かして作ってくださいというので、はい、たくさん参りました。ありがとうございます。西宮のまっちゃんさんからいただきましたよ。はい、断捨離で捨てて公開レジ袋。おー、置いといたらよかった。確かにレジ袋を盗む人が多いらしいね。オペラゴールドさんからいただきました、はい、マスク美人、マスクを捨ててお前かい。あ、まあ本当マスクしてると綺麗に見えますけども、うん、いいんじゃないですかね。そうね、ジーン影虎さんからいただきました、はい、30で夫を捨てて大成功。何のこっちゃ、これ何のこっちゃ分からないけど、切ったかパート文通さんからいただきました、はい、俺よ俺電話は捨ててそれは詐欺。どういうことだ、俺俺詐欺、気をつけましょうということですかね。一瞬の不思議さんからいただきました、はい、道端に吸い殻捨てて誰拾う。あ、よくないですね。誰拾う、うん、自分で拾ってほしいそうですね、これはミッシーブンさんからいただきました、はい、御前様プライド捨てて土下座して。もうそうしたお風呂があるし、もう土下座してね、はい、許してもらえるもんなら、うん、もうなんかコロナ離婚いうのが流行ってましたね。あ、そういう言葉ができたみたいですね、はい、うんうん、それで昨日そういう楽をやらせていただきました。離婚する、うん、別れ話は突然に、うん、お父さんが急にお母さんと別れるってね、はい、うん、コロナ離婚が流行ってるそうでございます。悲しい、はい、これはラジオでおじらさんからいただきました、はい、免許証強がり捨てて返納。もうね、あ、そうです、大丈夫大丈夫、わしは運転がものすごい上手いやから、うんうんうん、昔レーサーやったんやから、うん、なんてなこと言うとってもね、もうだんだんボケてくるし ね、 そうですね、判断力がなくなってきますので、うん、返納した方がいいんじゃないですかね。そうですね、まあ人によってもちろん違いますけど、うん、私はもう70過ぎたら返納された方がいいんじゃないですかね、うん、ところがテレビで90で運転してるお父さん映ってました。元気でね、見たらね、お元気な、お元気で自転車も乗っとったの、はい、すごい、立ちこぎ雇ったの、元気です。オペラゴールドさんからいただきました、はい、飛車守り金銀捨ててヘボ将棋。あ、まあこの間の藤井、棋聖王位、はい、もうこの頃何もう8段やけど8段とか言うたらあかん、棋聖王位、藤井さん高校2年生よ。高校で、ね、テレビでねすぐね何も稼いでると、はい、もうそんなことはええやん、別にその藤井棋聖がそのお金を使うわけやないわけやからね、お母さんがちゃんとそんなんどないなるか分かれへんわけやから、将棋指しいうのはね、だからもう稼げる時にね、はい、頑張って、もう本当に素晴らしい飛車を捨てて、これは飛車守り金銀捨てて、あのヘボ将棋大より飛車を可愛がりという言葉がありますけども、ヘボ将棋はそうなんです、飛車がね、うん、一番活動するんでね、右へ、まあ、こうなっていくので、はい、どうしても可愛がってまうんですよ。でもあのおじいさんはちゃんと飛車を捨てて行ったという、それからあのまあおじいさんに形勢が傾いていったというね、もう先生です、おじいさんに言うたらん先生、先生、はい、うん、もうなんか記者の方もね、はい、高校生に対して先生はってそれちょっと不思議やな本当ですね、
下中さんから来て、送っていただきました、はい、若者はテレビを捨てて YouTube。 ああ今そういう時代ですね。もう YouTube のことフリックス、アベマ、テレビもなんかあんまりテレビ見ないそうですね、うん、持ってないいう人もいるそうです。うん、はい、僕もこの間もらいましたね、この、はい、こう携帯をこう首からぶら下げて両手離して見れる、これこうしてこう前にカチャッとはめてね、はいはい、両手離しながら何でもできるんで変えたりとかね、はい、トイレなんかでもね、それ見ながら、はい、あのでYouTube でね、あいいですね、音楽聴きながらね、はい、ずっと目の前に置きながら、お尻拭けるからいいですね、両手離して大仏さん大好きです。はい、ポケットのレシート捨ててお札ない。あーわかる、レシートや思うたらお札捨てとったらね、それは逆ですね、それはショックですね。よう、はい、まあコンビニ入ったらね、うん、レシート捨ててる人おるでしょ、はい、あれ もらいたいな思うなんかの領収書領収書ない、領収書ないとよう言われね、はい、では次だんじりのおしりさんからいただきました。はい、梅干しの種拭き捨ててチャンピオン。もう今こんなんやってるとこないんちゃう、今できなさそうですね、うん、種とか特に口の中入れたりするんで、なんかね、はい、どっかの楽器店がね、うん、まあこう吹奏楽のね、うん、マスクしたままでも吹奏楽ができるというのを作ったらしいんです。素敵ですね、それは。ほんならその楽器の先から出てくる飛沫はどうすんねんいう話なんですよ。それでは次、利口な利口文ちゃんからいただきました。はい、スイカ食べ種だけ捨てて食べましょう。種は捨てましょう、ダメですでは次ラストでお願いします。はい、ラストはこれでいきましょうかね。はい、西文さんのマルガリータさんからいただきました。マラソンはコップを捨てても許される。確かに投げ捨てますもんね、ね、うん、危ないな思う時はね、そうですね、ジョギ悪いな思うけどあれはしゃれないね、うんうん、では続きまして、はい、俺と嫁の違いの、俺と嫁の違い、はい、はい、夏の食べ物、俺はそうめん、うん、嫁うなぎだけどそうめんの好きな人おるし、うん、養殖うなぎやったらそうめんの方がいいと思うよね好みがありますね、はい、はい、買い物の時何回も使っているレジ袋を使うのは俺、うん、おしゃれなエコバッグを使うのは嫁なるほど、ご新規さんからいただきました。はい、ありがとうございます。本命地区さんです。弱体化している俺、おっさん化している嫁、うん、おっさん化している軟弱っていうか女性化してる、そう、まあちょっと反対にしてもらうかかかりません。あ、ご新規さんあ、ご新規さんありがとうございます。サトリンヤブイリさんからいただきました。ヤブイリ、里帰りもね、里帰りさん、里帰りできなかったです。うん、はい、今年はね、はい、今年は里帰りしない人多いですね。うん、体力なくなった俺、くびれがなくなった嫁、はあ、これは辛いね。うん、マジカルトップブラサンコさんからいただきました、はい、小遣いは月1万円は少ないと思っているのが俺、うん、月1万円でも多いと思っているのが嫁。あ、そうそうやね、月1万円は少なそうですね。ジーン影虎さんからいただきました。我が家の食パンです、はい、半額の食パンを食べる俺、限定の食パンを食べる嫁。あ、いいな、あ美味しいですね。限定の食パンってどうなる？野上さんとかじゃないですか、あの食パン屋さんのこう1日限定100食とか。ういうとか、はい、うん、なんか、うん、食パン屋の向こうだったけど1日1個とか言い出して、うんうん、それからもう買うのやめた。もっとうまいのあるで思って、うん、ミシーブンさんからいただきました、はい、生え際が気になる俺、うん、
別れ際が気になる嫁。うん、別れ際を気にしている嫁。気にしている方が良かったかありませんね。生え際を気にしている俺。別れ際を気にしている嫁。ゴキブリの子供を見つけた時、徳山教育長ゴールドさんからいただきました。はい、俺新聞紙探す。嫁踏む。強い。ゴキブリをやっつける。ゴキブリを踏むか。この間トイレで出てね。怖いですね。どうしたんですか。それで僕こうトイレの中で本読むから横に雑誌こう立ててあるんで、はい、横置いてあるんです。そのゴキブリが新聞紙がこうある中に入ったからね。雑誌の中へ足でパーン。やったんですか。ほなまたもう一回ピューと出てきよった。あ、やっぱ強いね。強いですね。また入ってきよった。ほなまたバーンと蹴っとったら、はい、またピューと出てきた。明くる日から、はい、あの弟子にあれホイホイと、うん、でシューっていうのをね、はい、こうできてくれ。でも大事ですそれは。はい。はい、ほんならね、うん、普通シューとこうできたら、うん、横にこうあのノズルみたいなのをテープで貼ったんね、うんうんうん、取って取り付けてくれとったらええのにすぐシュートできるようにね、はい、それが貼ったままやトイレ入っとったらまたゴキブリ出てきたからテープバーッて外してノズルとかへんあー逃げちゃう逃げちゃうシュート来へんねあー逃げちゃいましたいかにせよノズルをつけとけっちゅうねそうすぐ使えるようにしないとね研修は研修あそこは本当にあの研修のお弟子さんが、はい、アホ新三谷労働者さんからいただきました体型の場合、はい、過労で痩せる俺、うん、過食で太る嫁はなるほど、はい、次は一瞬の不思議さんからいただきました家での暮らし小さな画面のスマホいじる俺、うん、大画面で映画を見てる嫁ああ優雅な、うん、そうだね大仏さん大好きさんからいただきました焼きナスを食べる俺焼肉を食べる嫁あ焼きナスもうまいけどな焼きナス好きですええ焼きナス好きです好きやろ、はい、散髪チンサンチン電車さんからいただきましたはい自分でバリカンを使って散髪する俺、うん、カリスマ美容師にカットしてもらう嫁うーんこれはもう何千万も何千万じゃ何千円も違うよこれ、ねうん、そうですよこいつも万違うかかれんけどねそうですね僕ちょっと横短くしましょうね暑いからね、うんうん、利口な利口文ちゃん睡眠の場合、はい、睡眠が深いのが俺睡眠が長いのが嫁うんこれ起きて見送れよちなみにね弁当まだが弁当はオペラゴールドさんからいただきました、はい、お昼ご飯俺は相席嫁懐席あいや、いやほんまにね相席もええねんけどね、はい、アクリル板貼ってのって地下が歩いてる時ね、うん、ぐるっと回るそのカウンターのところで、はいカレー食べてる人おんねんあ三つとかもそういうとこ入れんけど、うん、あ三つになって怖いな思うんだけどね、うん、気になっちゃいますね黙ってんのかなあれどうされてるんですかね、うんうん、黙って食べるとかですか不正なことしてる人もおるから真面目に守ってる人はちょっとバカバカしいと思うんだろうね、うん、そうですね、そこ気になりますねこれでなんかあのちょっと熱測るやんかこうして、はい、おでこにピット、はい、吉本はそんなことありませんよきちっとやってますけど、うんはい、なんか36度4分に設定してるところがあるらしい、ねはい、それは意味ないやる意味ない36度4分です、ね、意味ない、ね、で意味ないですね見えるためにねあ困りますねそれは一緒に聞きましたけどはいでは次ラストでお願いします、はい、ラストはいアシュラさんからいただきました、はい、湯水のように使うのが俺、うん、
たくさん稼ぐのが嫁。おお、いいですね、羨ましい。いや、いい言うてもね、はい、素敵です。はい、たくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございました。今夜の生補習作品発表。はい、教えられ川柳でございます。はい、はい、はい、味覚師匠みたいな。ね、はい、味覚師匠は、あの、私はこの毎日放送でやってましたけどね、味覚師匠は朝日放送ではーいってはーき呼んで始めたんですけども、それでは紹介したいと思います、お願いします。これは品抜いた太鼓で、大根じゃなんです。大根で道を教えられ、あっちだべなんて言ってね、これは鍋豚さんからいただきましたか。はい、朝食と何を食べたか教えられ、まあだんだん直近のことを忘れてくるようになりましたね。あんた何だかだな。あ、ご新規さん、あ、ご新規さん、ヤポンタさんからいただきました。ありがとうございます。初孫に無垢な笑顔を教えられ、綺麗な、癒されるね、ありがとうございます。これは、徳山教育長ゴールドさんからいただきました。温暖化ゲリラ豪雨に教えられ、温暖化になってる。もう温暖化がひどいね。すごいですね。もう毎日毎日。暑い毎日がね。これでもう本当になんか豪雨で橋が流されたりとかね。ねえ、ちょっと。本当に寄付とか言うても、あっちゃこちゃ寄付せなあかんみたいな感じでもね。ミッシーブンさんからいただきました。後輩にネットのマナー教えられ。今の時代は若い人たちの方がネットのマナーとか詳しいですからね。ね、本当に気をつけないといけませんね。これは新三谷ルード社さんです。この顔に親の遺伝を教えられ。やっぱりこんな顔になってきたか。似てきたか。ね、まあ、初めはそう似てない思ったけど。いややろね、高校生ぐらいの時に、ああこんな顔になるのか思ったらね。ほんで俺戻ったら似てないで、思ったらお母さんにね、あんた向かいのおじさんの子なんて言われて、それはまあ落語であるんですけど。これは二代目道文之助さんです。スマホから最短ルート教えられ。もうこれも何でもスマホでね、本当に、もう真っ赤っかになってるから、こっちはあかんからこう行きなさいとかね、すごいわかりやすいですよね。はい、わかりやすい、もうスマホをなかったら本当に僕らでもね、なんか調べんのにですよ、もう大きな辞書持ってはるかなあかんから、あれはもう便利ですね。便利になりましたね、スマホが。これで結局郵便ポストをなくし、スマホが、まあ、電話のね、なくしみたいなことでございますが、西文さんのマルガリータさんです。はい、オマリーに六甲おろし教えられ。しかしあの MBS のロビーのところに MBS とボアーとかね、ちゃんとおる、3人おるいうのがすごいね。ご新規さんです。はい、阪神なんとかなるのかな。阪神頑張れ。もうあと2ついうところで負けて、またハニーヨーグルトさんからいただきました、甲子園夢のありかを教えられ。あ、いいですね。親善試合でも、なかなかできてよかったですね。なにわファイサンダーさんです。まあ、たまたまそういう時に巡り合わせた高校生は、まあ、気の毒としか言いようがないね、本当ね。そうですね、もう高校3年生とかと最後ですから、そういう意味では桑田投手とかの辺の時は、本当にいい時代を生きたと思いますね。そうですね。なにわファイサンダーさんです。はい、外人に綺麗な日本語教えられ。
うん、そういうの多いですね。多いですね。場合の方がきちっとした本で覚えますからね。うん、ね、言葉遣いも綺麗ですしね。使い方が、はい、はい。これはアルテシア53歳からいただきました。はい、自転車の乗り方父に教えられ、うん、子供の頃教えてもらった。教えてもらいましたね。僕も自転車乗れるようなの遅かったんですよ。小学6年生まで。うん、あなた何年生？私早かったです。小学校1年生には乗れてたと思います。そう、わかついてやろ。ついてかな。手間ついとったやろ。いや、あのすぐに片方外したんです、私補助輪を。おで、まあ、小学校3年生で一輪車に乗れるようになりました。まあだから多分早かったと思います。負けたわやったやっぱり宝塚やな。そこはちょっとあるのかもしれない、これは M ランドさんからいただきました。はい、病気じゃない年のせいだと教えられ。うーん、カレーですね、カレー。梅雨だこおでんさんからいただきました。はい、政治家に昼寝の仕方教えられ。次、キッタカパート文通さんからいただきました。はい、日暮らしに季節の変わり教えられ。うーん、いいですね。一三五大仏さんです。はい、風鈴に風はあるよと教えられ。あ、素敵。風鈴もなかなか見ることが少なくなりましたですけども。そうですね、音聞かなくなりましたね。辻しのぶもね、見ることがなくなりましたけど、大仏さん、大月さんからいただきました。はい、スポーツの楽しさ父に教えられ。あ、いいですね。いいね、お父さんがね、僕なんか運動音痴やったからな、それはできへんかったけど、お父さんが本当に大体スポーツ選手はお父さんが熱心にね、うん、そうですね、子供の頃から子供の頃から教えてるお父さんもおるし、小学校1年まで、はい、まああんまり子供の頃から教えない方がええみたいな人もおるし、いろいろですね。では次ラストでお願いします。あ、ラストですか。はい、はい、ラジオでおじらさんからいただきました。はい、この暑さ地球の教えられ。あ、本当にね、もう暑いの嫌いな人おるんですよ。そうですね、もう地球爆発したよねなんてね、めちゃくちゃ言う人いるんですよ。いますね、もうそれは気持ちはわかりますけど ね、 そうですね、爆発したら困りますよ。困ります、みんな死んじゃうんで。本当にみんな死んじゃいますよ。はい、はい、たくさんのご応募ありがとうございました。